アメリカの8月の ISM 製造業景気指数は47.2と、公共と不況の分かれ目である50を5ヶ月連続で下回りました。製造業の活動が引き続き縮小していることが示されています。8月の ISM 製造業景気指数は、前の月から0.4ポイント上昇したものの50を下回りました。市場予想ほど改善しませんでした。 項目別では、新規受注が四十四点六、生産が四十四点八と、それぞれ前の月から低下しました。一方、雇用が二点六ポイント改善したほか、物価を示す支払い価格も上昇しています。